Rallies. みなさんこんにちは、ラリーズ編集部です。ラリーズが日々お届けしている卓球情報の中からホットなニュースをコンパクトにまとめてお届けするラリーズウィークリーダイジェスト。本日は日本卓球協会発表のガイドラインについて、 T リーグ選手契約情報、そしてラリーズインタビュー特集についてです。それでは早速参りましょう。日本卓球協会は日本卓球協会における新型コロナウイルス感染症対策としてガイドラインを発表しました。各地域での卓球練習、競技大会の再開を念頭に、日本スポーツ協会によるスポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドラインや、国際卓球連盟のガイドラインも加味して作成されています。主に、練習再開時、大会主催時、大会参加時、文書ひな型と4つの項目に分かれています。主催者側は、当面の間競技種目はシングルスのみを推奨することや、参加者から大会当日の体温を記載した書面の提出を求めることなど、多岐にわたります。逆に参加者側もマスク持参や会場で大きな声で会話、応援をしないことなど感染防止策が徹底された内容となっています。競技大会参加申し込みにあたっての留意事項、大会参加者健康状態申告書などのひな形も掲載されており、全国の卓球プレイヤー、ファンにはぜひ一読していただきたい内容です。続いては T リーグサードシーズンの情報についてです。韓国3選手の契約情報が入ってきています。T リーグ男子岡山リベッツが韓国代表のイ・サンス選手とサードシーズン契約したことを発表しました。7年以上にわたり韓国代表として活躍しているイ・サンス選手は威力のあるドライブ攻撃が特徴です。 T リーグファーストシーズンでは5勝を挙げ、チームのプレーオフ進出に貢献しました。昨シーズンは T リーグ参戦はありませんでしたが、2シーズンぶりに岡山のユニフォームに袖を通すことになりました。また同じく岡山リベッツは韓国のチョデソン選手とも契約合意したことを発表しました。韓国期待のサウスポーチョデソン選手は強烈なスピンのかかったサービスと威力ある攻撃を得意としています。昨シーズン11月から T リーグに参戦し、木下マイスター東京戦で張本智和選手を破るなど6勝1敗と活躍しました。また TT 埼玉は韓国のサウスポーイムジョンフン選手と契約合意に至ったことを発表しました。韓国の23歳イムジョンフン選手は現在世界ランキング70位に位置するサウスポーです。過去には世界ランク16位まで上り詰めた実績を持ち、2018年のグランドファイナル男子ダブルスでは優勝を飾り、年間王者に輝いています。続いてはラリーズのインタビュー特集記事についてです。大成女子高校卓球部とエース井出沢京香選手のインタビュー記事を公開しました。2019年夏インターハイ初出場校が会場中の視線を釘付けにしていました。学校対抗3回戦6連覇中の王者四天王寺高校を茨城県代表があと1点まで追い詰めた、それが大成女子高校でした。あの1点を取ろうを合言葉に、井出沢を中心に1年練習を積んできた彼女たちのインターハイは中止となります。取材当時まだインターハイの中止決定前でした。あの頃の彼女たちの充実の時間、ぜひご覧ください。今週もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。来週もお楽しみに。 Rallies